はい、皆さんこんばんは、恒例のハーフタイムプレゼント企画、今回は浜松の街中からインタビューをお届けしたいと思います。それでは早速、今西先生、これも恒例の、これも恒例、ありがとうございます。まあ、皆様、はい、うちはもろもろ可愛がっていただき、はい、ありがとうございました。はい、可愛いだけに可愛がっていただき、ありがとうございました。何よりもですね、はい、9月から始まりました、はい、ベートーベン32ピアノソナタ、はい、全曲シリーズ、はい、これを約半年で、はい、皆様と一緒にこう旅を紡いでいくという、はい、ことですね。はい、今回第3回になりますけれども、はい、恒例のハーフタイムお客様イベントのこうメイキング動画、はい、今回はちょっと趣向を凝らしてですね、はい、この浜松の、はい、夜の街、はい、車内よりお届けさせていただいております。はい、ありがとうございます。例えばですね、浜松を、はい、代表する街並みの一つを代表するこの、あのちょっと東側に見えるアクトシティ、ちょっと見にくいかもしれませんけど、アクトシティが始まるんですよね。はい、そうなんですよ。で、まあ、アクトシティといったら今こうタイムリーな作品がこちら、はい、あ、出ました、はい、全然私と関係ないんですけど、蜂蜜と遠雷、はい、私はまだ音楽の神様に愛されているだろうか、はい、愛されたいですね。はい、どんな作品なのか、皆さん、はい、せっかくですからね、はい、クラシックを題材にしてくださった作品、はい、ぜひ、劇場で、はい、ご観覧いただければと思っております。はい、ただですね、もちろん僕は映画の番宣に、という目的ではないです、はい、本題に、はい、入らせていただきますけど、どうぞ入ってください。まずここで一回、状況整理のためにですね、はい、こちらのパンフレットをご紹介させていただきながら、はい、第1回から9月、10月、11月、はい、12月、1月、2月、12日、はい、そして第7回がウルード市の2月29日、そして翌日の、3月1日、ここ翌日になってます、3月1日で、はい、フィニッシュという、はい、この32曲のピアノソナタ、はい、奏でていき、今回は第3回になります、はい、それでですね、チケットの状況なんですけれども、はい、まあ、こちらのダダダダダダと、まあ、こういう感じで、はい、完売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 、ちょっと空いて完売、あ、ちょっと空いて完売、もう第3回にしてですね、聞いてくださる方にちょっと限りがあるという状況なので、はい、ちょっとこれは、はい、ということでね、一つあの、はい、ちょっと企画をあの提案させていただきました。ありがとうございます。その企画は、はい、というとですね、この第7回2月29日、はい、5番、10番、17番、31番で、この31番の後にですね、はい、この第1回から第6回の中で、演奏したピアノソナタの中から、はい、皆様もう一度、はい、もう一度聞きたい、もう一度、もう一度聞きたいって私に伝えてください、もう一度聞きたいというピアノソナタを皆様の中から投票していただいて、はい、その中から、投票が一番集まったピアノソナタをですね、はい、この第7回の、31番の後にもう一回私が、はい、演奏させていただきたいという企画が決定しました。はい、ありがとうございます。はい、でそれでですね、投票方法に関しましてはですね、はい、河合浜松に直接、ご来場いただき、はい、そちらに、投票用紙と、それから、ベートーベンポストというものを作成、はい、ベートーベンポスト、そうです、ベートーベンポストというものが作成させていただきました。はい、そうですね、今までのこの1公演ご来場につき、はい、1票の投票制となっております。はい、なので例えば、第3回に、お越しの方、第1回も第2回も、いらしたよと、はい、来たよという方はもう第3回の時にトントントンと、はい、3票も投票していただける、あ、3票 OK なんですね、システムになっております。はいはい、もう皆様 の, あのもう感じたものをそのまま、番号に込めていただければ、はい、と思っております。素晴らしい。はい、で具体的な、投票の、まあ、はい、仕方システムについてはですね、はい、ちょっと分かりにくい部分もあるかもしれないので、はい、これからですね、実際に私が、河合浜松さんに、まあ、ちょっとドライバーの方に、はい、連れて行ってもらっているので、はい、到着し、第、はい、まあ、あの
私が実際にそのポストをご案内しながら番号を、はい、まあ、私が書き込みたいと思います。私が、まあ、私が私に、はい、投票する、ちょっとおかしなことになるかもしれませんけど、あのどうぞご一緒にお付き合いくださいませ、はい、楽しみにしてます。ということでですね、はい、間もなく到着すると思うので、到着ですね、はい、ちょっと一緒に、はい、亀山さんお願いいたします、はい、こちらですね、浜松駅から徒歩2分ぐらいの距離に、そうですね、はい、到着しました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、気をつけてください。はい、はい、こちらになります。はい、はい、駅のちょっと南側になるんですけど。はい。はい、お邪魔します。はい、こちら側に、はい、このあのピアノソナタもう一度体感したい。あのと。あのですね、書かせていただきました。はい、さあ、そしてですね、こちらに投票用紙があります、はい、ちょっとご覧くださいませ、はい、あなたがもう一度、あの、ここどこまでもあのを押していきます、あの、はい、あのピアノソナタ、はい、1曲記載しと、はい、いうことですね、お客様1公演につき1票の投票、まあ、試しに私が何番かというのを今ちょっと覗いちゃダメですね、はい、ということでですね、多分書かせていただきました。気になりますね。僕がもう一度、伝えたい、もう一度届けたいっていう意味も込めて、やっぱりね、もっと伝えたい感動を、ね、ありがとうございます、もっと伝えたい感動を、はい、こちらをですね、はい、こちらのようにこうちょっと気になりますね、折らせていただいて、はい、投函させていただきたいと思います、はい、東弁さん、ありがとう、はい、印されました、はい、ありがとうございます。という感じでですね、はい、皆様、引き続き、ご来場とそれからご投票の方を心より、はい、お待ち申し上げております、はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。以上です。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。